を寄り道しながら歩いてきました。地下梅雨では美味しいものを食べたり、赤ちゃんに癒されたりして楽しい寄り道。山道を歩いてきた疲れが一気に取れて大満足。眠たくなってきたけど前に進むのみ。あと少しで到着するぞ、熊野本宮大社。ついに熊野本宮大社の鳥居が見えた。早くゴールしたい。熊野古道はそっちじゃなくてこっち。これ鳥居くぐらないんですか？鳥居くぐらない。こっちの道から この道が熊野古道なんです。じゃあ行きます。本当だ、道になってる。鳥居をくぐらずに熊野本宮大社に到着？なんだかマラソン完走したけどゴールゲートを通ってない感じでモヤモヤする。しかも裏の入り口から入ってるし。境内を進むと何やら見慣れないものが。交換したら届きますよ。本当ですか？頑張る。リフォームしてる。すごい。福岡に住むお母さんに出す手紙を入れます。届けてください。さあ次は本殿へと思ったら、参拝するのに何やら回る順番があるそうな。覚えられるかな。二人とも覚えられないと言ってるし。とにかく本殿へ。熊野本宮大社は仏様が神様の姿でこの地に降臨したと伝えられ、多くの人が熊野街道、そして熊野古道を歩いて参拝に来た場所。実際に歩いてくると感動もひとしお。全国の熊野神社の総本宮にあたる熊野三山。中でもとりわけ古式ゆかしい雰囲気を漂わせるのがここ熊野本宮大社。左の奥から伏見の狼、早玉の狼、正面は鉄見巫女の狼、右側は天照大御神、そして八百万の神々を祀る薄日の神が祀られていて、交通安全、大量満足、家庭円満、夫婦和合、長寿の神として人々を迎え入れてきました。ちゃんと順番通り参拝できましたよ。お守りもいろいろあって、人気漫画ジョジョの奇妙な冒険の作者荒木裕彦さんがデザインしたお守りも。そして私たちは熊野本宮大社の正面へ。熊野古道の続きに戻ります。はい、熊野古道こっちです。こっちじゃない。わかりました。参道から外れるの？うわ、細っ。その上急な下り、そして結構長いぞ。Thank you.
お土産物屋さんの横を通って熊野本宮大社の正面に出たけど、やっぱり鳥居をくぐってない。美希さんと水木さんが言ってた向こうも通らないってこういうことか。この理由は熊野本宮大社の歴史に答えがありました。熊野本宮大社はかつて3つの川の合流点、大湯の原と呼ばれる中洲にありました。現在の数倍の規模だったそうで、参拝に訪れた人々は歩いた川を渡るのがしきたりだったとか。しかし明治22年の8月に起こった大水害で本宮大社の社殿が流されてしまい、水害を免れた4社を現在の場所に移したんだそうです。万歩計つけたかったですね。そして近くにある元の場所、大湯の原へ。ちょっとすごいんだけど。大きな鳥居。熊野古道を歩いていた時にも見えたけど、こんなに大きいなんて思わなかった。周りの田んぼもなかなかいい味。空の色と緑と大きな鳥居。大湯の原に入ると空気が澄んでる。御神域に入った感じがすごい。昔の人はここを目指して歩いてきたのか。すごいな。そんな熊野古道や熊野三山の歴史や文化を詳しく知ることができる和歌山県世界遺産センターが隣接しています。ここ勉強になりますよ。熊野古道寄り道旅、まだあと少しだけ続きます。次回も見てね。